JR 向灘駅北口に新しくできた仮ホームです。こちらは広島市方面からやってきた列車が到着するということで、後ろの方には屋根もついています。いよいよ2週間後から利用が始まるということです。 JR 山陽線と呉線の上り列車は16日で現在の線路から切り替えられ、翌日の始発から仮ホームの供用が始まります。今回はまだ仮線でございますけれども、ここからですね、いよいよ高架までですね、まだ長い道のりではございますけれども、高架が完成しましたら、必ずですね、素晴らしい街に発展していくことに貢献する事業だと考えてございますので、この事業は府中町の向灘駅から海田町の海田市駅の間のおよそ 5.1 キロを高架線路にする計画です。大きく東西に区間を分け、一昨年から本格的な工事が始まりました。このうち向灘エリアでは、山陽本線と貨物列車の上下線4本の線路の北側に仮線路を敷き、列車の通行を一旦移した上で順次高架橋を整備していきます。踏切によって長年交通渋滞や騒音、事故などに悩まされてきた地元住民も期待を寄せています。エレベーターがなくて、わざわざこっちから出てきてここを渡っても家に戻るとかもよくあるので、この辺りをよく利用するので助かりますけれど、ここに50年以上住んでてやっと すっと渡れるようになるのかなっていう期待が大きい。ぐるっと回らなくってすっと出れるので、はい、それだけでも便利になったとは思うんですけど。線路の高架化によって全体では16箇所の踏切が取り除かれるということです。向灘エリアの工事は2030年頃に完了する予定で、全体の高架化は2037年頃を見込んでいます。